英語学習の時間がやってまいりました。How are do you doing, everybody? 皆さんいかがお過ごしでしょうか最新ニュースを使いながら英語力と情報力どんどんアップしていきましょう。NHK ワールドニュースを使いながら行きたいと思います、えー。まずはこのニュース字幕ありでニュースの概要を捉えていきましょう。そして、えー、次はですね、NHK ワールドキャスターの上手な英語をお手本に私たちもしっかりと音読をして英語を話しながらスピーキング力アップ。そして 難しい単語表現ニュースの内容日本語字幕も使いながら見ていきたいと思いますそして3番目は総仕上げ総復習ということで英語の字幕なし英語のリスニングと NHK ワールドニュースの映像とともに学習した単語表現ニュースの詳細聞き取れるのかどうかチェックしていきましょう今回のニュースですけれどもトランプ氏の元弁護士がですね証言台に立って証言をしたというこの重大ニュースですね えー、トランプ元大統領、俺は無実だ、これは魔女狩りだ、政治的な魔女狩りだとずっと言っていますけれども、もしかすると、この11月、アメリカの大統領に返りつく可能性がある、人気は非常に高いですよね。えー、このニュースを使っていいいきたいと思います えー、5 w 1 h ですね。意識しながら見ていくと、集中力も高まっていいと思います。5 w 1 h というのはですね。when, where, who, what, why, how ですね。いつ、どこで、誰が何を、なぜ、どのように。この辺のクエスチョンマークの答え出てきますので、聞き取るようにですね、集中して見ていきましょう。えー、研究家チチャンネル。英、えー、語学習に使えるな。情報も取れるなと思ったら、チャンネル登録や高評価、コメントなんかもぜひよろしくお願いいたします。それでは、let's g e スタ t started. では、左側の NHK ニュース、右側の英語字幕ありで見ていきましょう。読まれているところをカーソルをこのように字幕に合わせていきますので、必要な方は参考にしてみてください。字幕がなくても聞き取れそうだ、聞き取り挑戦してみようという方は、左の NHK ワールドニュースだけ集中してみていきましょう。それでは、Let's try to understand the outline of this NHK ワールドニュース with English subtitles.Let's try it. The star witness in Donald Trump's hush money trial has finally taken the stand. Trump's former lawyer, Michael Cohen, claims he paid off an adult film star on the ex-president's behalf. Trump has been charged with falsifying business records to hide the so-called hush money. He allegedly had a sexual encounter with the woman and spent $130,000 to buy her silence amid his 2016 presidential election campaign. Cohen told the hearing Monday that Trump told him to just do it, referring to the payment. He said everything required Trump's sign off. Cohen said Trump was concerned about the impact the sex scandal could have on his campaign. He said they communicated mostly by phone or in person, and that Trump frequently warned him not to put anything in writing. Trump has repeatedly denied the allegations, saying the charges are politically motivated, a claim he repeated outside the courtroom Monday. I think it's a terrible thing that's happening to democracy in this country. There's no fraud here. There's no crime here. The trial marks the first time a former U.S. president has been charged with a crime. U.S. media say the trial is expected to wrap up by early June. え今画面に映っている元アメリカ大統領トランプ氏ですね、刑事告発されていて、その裁判が始まって、重要参考人のですね、トランプ元大統領もですね、元弁護士の方が証言台に立ったというこのニュースです。トランプ氏自身はですね、これは魔女狩り、政治的に仕組まれた魔女狩りだ、俺は無実だと言っていますけれども、元弁護士ですね、何と言ったのかしっかりと内容を見ていきましょう。 では、えー、次はですねしっかりと英語私たちも音読をして日本人が苦手と言われているスピーキングルックアップ英語を話す練習をしながら難しい単語表現ニュースの内容を見ていきたいと思います、えー、左側に画面の左側英語右側に日本語訳出ていますのでこれを使いながら見ていきましょうさあではまず最初の部分ですね、えー、右側の日本語訳から見ていきたいと思いますけれども ドナルド・トランプ氏の口止め料裁判ですね。スター証人がついに証言内に立ったということで、重要参考人ですね。トランプ氏の元弁護士、マイケル・コーエン氏。トランプ氏に代わって、アダルト映画スターですね。まあ、AV 女優ですね。日本の言うところの AV 女優に、返済、お金を払ったと、元弁護士が主張しているということですね。大きな証言だと思います。では、音読をしながらスピーキング力を上げていきましょう。 トランプのフィルムスターのィーのフィルムスターのフルムスターのフィルムスターのフィルトスターのフィルム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 ーのフィルムスターのフィルムスターののフィルムスターーのフィルムスタ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 ーのフィルムスのルー えー、では次ですね、見ていきましょう。この部分ですね。で,ではここ、日本語訳から見ていきましょう。えー、トランプ氏、何を訴えられているのか、裁判にかけられているのかというとですね、いわゆる口止め料を隠すために、業務記録を改ざんした罪で起訴されていると。えー、何をしたか、2016年、前の大統領選挙活動中に、女性と性的関係を持ち、 それをばらされたくない。彼女の沈黙ですね。口止め料として13万ドルを費やしたとされているわけですね。13万ドル。今の為替レートで行くとですね、今160円近く、155円ぐらいになっていますので、もう、えー、13万ドルですね。まあ、2000万円ぐらいですかね。まあ、そのぐらいの金額、日本円で金額を女性に口止め料を払ったということで、まあ、起訴されているということです。 Trump has been charged with falsifying business records to hand the so-called hush money. He allegedly had a sexual encounter with a woman and spent $130,000 to buy her silence and made his 2016 presidential election campaign. ということですね まあその口止め料、多額の口止め料を捻出するために業務記録を改ざんした罪に問われているということですね。では単語表現見ていきましょう。falsify というのですね。改ざんするという意味ですね。チェックしておきましょう。falsify。こうですね。falsify。falsify。改ざんするですね。ここに出して覚えておきましょう。falsify ですね。 業務記録を改ざんしたということで起訴されている。hide というのは隠すですね。s o c ー l d というのは何々と呼ばれるということで、h ッ s h money というのはですね、口止め料のことです。しっかりと声に出して覚えておきましょう。h ッ s h m o n e y h ュ s h m o n e y h ニ s h money ですね。もうトランプ、えー、元大統領の話題になると、必ずと言っていいようですね。この h ッ s h money という単語が出てきます。口止め料ですね。 えー、そして、アレジトリーというのは伝えられているところによると、訴えによるとということですね。えー、he had, he originally had a sexual encounter with a woman. その女性とですね、性的な関係を持った。そして、その持ったことをですね、まあ、口止め料をするために、口止めするために130,000ですね。13万ドルもの大金を女性に払ったという罪に、えー、問われているということです。 それもですね2016、2016年の大統領選挙期間中にですね、AV 上院の方と性的関係を持って、不倫関係に持って言われる、バレるのがダメだから、まあ、口止め料、多額の口止め料を払った、そのお金を準備するためにビジネスレコードですね、えー、業務の改ざんを行っていたということで起訴されていると、その裁判が始まっている。 えー、そして重要参考人ですね、元弁護士の方が出てきたということです。えー、では、ここを見ていきましょう。さあ、では、えー、元弁護士の講演士、どんなことを公聴会で言ったかというとですね、トランプ元大統領からとにかくやれと言われたと語ったということですね。支払いに関して全てトランプ大統領の承認が必要だったと述べたということです。 講演、えー、し、トランプ大統領はこのセックススキャンダルが、えー、選挙陣営に与える影響を懸念していたと述べたというわけですね、えー。トランプ大統領、主に電話か直接会ってコミュニケーションをして、トランプ氏は何も書面に証拠が残らないように頻繁に警告をしていたと、まあ、こういうふうに証言したということですね。 Sadish on the snackout or not the speaking Cohen told the hearing man that Trump told him to just do it, referring to the payment, he said everything required Trump sign off. Cohen said Trump was concerned about the impact of sex scandal could have on his campaign. He said they communicated mostly by phone or in person, and that Trump frequently warned him not to put anything in writing. ですね。So, there are a couple of words. Tango,表現, this is a very difficult word. In person, in person, in person. In person, in person. So, let's see. The first one, we look at it. そして起訴されているトランプ大統領ですけども、この容疑、かけられている容疑というのは、政治的動機に基づくものだと繰り返し、容疑を否定していると。まあ、月曜法廷の外でも同様の主張を繰り返した。ト、まあ、ランプ、トランプ大統領によるとですね、主張によると、ウィッチハント、ウィッチというのは魔女ですね。ハントというのはルですから、ウィッチハント、これは魔女狩りだ。政治的魔女狩りだと、まあ、トランプ大統領は主張しているということです。 では、ここをしっかりと声に出してスピーキング力を上げながら単語表現、内容を見ていきましょう。Trump has repeatedly denied the allegations, saying the charges are politically motivated to claim he repeated outside the courtroom Monday. ですね。deny, 否定する。といすね、ここは各件になっています。deny, ですね。allegations.deny is allegations. その疑惑を repeatedly、何回も何回も否定している。 saying, こう言ってということで、politically motivated. まあ、性的のですね、えー、バイデン大統領に仕組まれた、politically motivated。政治的動機に基づく基礎なんだと、こう言ってるわけです。さあ、では次、最後の部分ですね。ここを見ていきましょう。さあ、ではここを見ていきましょう。えー、トランプ氏、どう言ってるか。これは民主主義に起きている恐ろしいことだ。 えー、ここには詐欺もですね、えー、犯罪も存在していないと。えー、元アメリカの大統領がこの種の罪で起訴されるのは今回がですね、アメリカの歴史の中でも初めてということです。アメリカメディアによると、この裁判、6月初旬までに終了する見通しだということで、えー、アメリカの11月の大統領選。 えー、現職のバイデン大統領とこのトランプ元大統領の一騎打ちになっていますのでこの裁判の結果ですね、まあ、これ今後の大統領選挙に影響するかもしれませんけれども、えー、トランプ元大統領非常に人気があってもしかするともしトラでアメリカの大統領に返り,く可能性が返り咲く可能性があると言われています。それでは I think it's a terrible thing that's happening to democracy. In this, there is no fraud here, there is no crime here. The trial makes the first time a former U.S. president has been charged with the kind. U.S. media says the trial is expected to wrap up by early June. The case is expected to wrap up by early June. ということですけれども、アメリカの歴代の元大統領がですね、えー、with this kind, of, この種のですね、まあ、セックススキャンダルで、えー、そのことでですね、まあ、起訴されるということは、まあ、前代未聞だということです。まあ、こういうことが起こってですね、えー、中でもアメリカの大統領選挙ありますし、トランプ元大統領は人気があって、もしトラでアメリカの大統領になるかもしれないと言われています。そして何よりも大きな問題になっているのは、 アメリカ国内がですね、共和党民主党、トランプか反トランプか、バイデンか反バイデンか、赤か青かでですね、真っ二つに分断をしているということで、11月のアメリカの大統領選挙結果が出てもですね、両陣営がそれを素直に、えー、受け入れないんではないか。もしかするとアメリカ、超大国のアメリカが 内戦のようなですね、本当の分裂を起こすんではないかと、まあ、危惧もされているという、えー、こういう状況になっていますね。さあでは、英語と日本語字幕を使いながら、しっかりと英語力アップ、単語力、表現力アップ、そしてスピーキング力アップできたと思いますので、次はですね、3番目、総まとめ、総復習ということで、今度は英語のリスニングと NHK ワールドニュースの映像だけでですね、しっかりと 学習した単語表現、ニュースの内容を聞き取れるのかチェックしていきましょう。Let's try to understand every details of this NHK World News without English subtitles.Let's try to understand every details only listening English with NHK World News footage.Let's try it. さあでは、アメリカで注目の裁判、えー、キーマンが証言内に立ったということで、しっかりと集中して英語力、情報力上げていきましょう。 The star witness in Donald Trump's hush money trial has finally taken the stand. Trump's former lawyer, Michael Cohen, claims he paid off an adult film star on the ex president's behalf. Trump has been charged with falsifying business records to hide the so called hush money. He allegedly had a sexual encounter with the woman and spent $130,000 to buy her silence amid his 2016 presidential election campaign. Cohen told the hearing Monday that Trump told him to just do it, referring to the payment. He said everything required Trump's sign off. Cohen said Trump was concerned about the impact the sex scandal could have on his campaign. He said they communicated mostly by phone or in person and that Trump frequently warned him not to put anything in writing. Trump has repeatedly denied the allegations, saying the charges are politically motivated, a claim he repeated outside the courtroom Monday. I think it's a terrible thing that's happening to democracy in this country. There's no fraud here. There's no crime here. The trial marks the first time a former U.S. president has been charged with the crime. U.S. media say the trial is expected to wrap up by early June. 何度も英語を聞いて自分の耳を英語のスピードアクセント発音リズムに鳴らしながらリスニング力アップそして知らない単語や表現しっかりと覚えて単語力表現力アップそして英語のスピーキング力は英語を話す練習をするしかありませんので音読なんかをしながらたくさん英語を話してスピーキング力日本人苦手と言われていますけど話す練習どんどんしていきましょう いかがだったでしょうか、まあ、前代未聞ですけれども元アメリカの大統領がですね起訴されていると、まあ、その内容もですね2016年の大統領選挙中に AV 女優の方と性的関係を持って口止め料として多額のお金を支払ったけれどもその支払い元をごまかすためにですね、まあ、ビジネスレコードを改ざんしたというこういう内容で起訴されて、まあ、裁判にかかっているということです。 今年の11月にはアメリカ大統領選挙。一体バイデン大統領が再選するのか、このトランプ元大統領がもしとらということで大統領に返り咲くのか分かりませんけれども、とにかくアメリカはこれまでのアメリカ史にないようなぐらい分断していると言っても間違いないんではないでしょうか。こんな感じで現役休暇時チャンネル、最新ニュースを使いながら、英語力と情報力アップできる、そんな動画配信していますので、 いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントなんかもよろしくお願いいたします。一緒に英語力、情報力、どんどん上げていきましょう。Thank you very much for watching my video to the end. Have a good day. Goodbye.